願いします。はい、奈良が生んだピカピカ関西娘やっちゃんこと小林ゆいです。はい、私は奈良県奈良市の観光大使やってます。イエーイ。はい、サミーのちょこんと妖精まみりんことのだまみです。せーの、チラチラリー。イエーイ。はい、ふわふわマシュマロガール、はるるんこと山内はるかです。ふわふわみうーなんじゃないよね。そこそこノリ悪いな。はい、私たちこの3人は、はい、ちょっとこうあるんですけど、はい、私は奈良県出身です。はい、私は大阪出身です。私は兵庫出身です。はい、この3人の関西メンバー3人で今日は散歩散歩をしているんですけど、はい、私たち関西出身じゃないですか。はい、ってことは関西弁、うん、得意でしょ。そう、そうや、もちろん今まで何でも使ってきてる関西弁を、はい、今日は全開に出して、はい、今禁止で告知をしたいと思います。はい、はい、よし。はい、11月19日に私たちのニューシングル初雪のシンフォニーをリリースします。イエーイ。はい、あの今リリースに伴って全国各地をリリースイベントで回ってるんですけど、皆さんお近くに寄りの際はぜひ遊びに来てください。待ってます。待ってます。はい、そしてアルバム未来日も絶賛発売中やで、皆さんいっぱい聴いてます。はい、ほんで来年の1月17日にサミーの2周年を記念したワンマンライブ、サミーライブ2015サン&ユーセカンドアニバーサリー純白宣言が東京の青山にある草月ホールで行います。嬉しい。はい、チケットの一般発売も、はい、